カンド・サン・マルタンは、フランス、サントル・イコール・バルド・ロワール地域県、アン・イコール・エイコール・ロワール県のコミューン。フランスの最も美しい村の一つ。合流地点とカンド・コミューンは、ロワール川とビエンヌ川の合流地点の反対側に、一致する。トゥールの、約40マイル西にある。県の端にあり、わずか数キロメートル足らずで、メーヌ・イコール・エイコール・ロワール県となる。カンド・サン・マルタンには、 ガロローマ時代から人が定住した。397年11月、トゥールのマルティヌスは、カンドサンマルタンの三次会協会で起点した。言い伝えによると、彼の遺体はボートで、トゥールに運ばれ、人々は、ロワール川の岸が11月にもかかわらず花で埋め尽くされるのを見たという。これが、サンマルタンの夏の起源である。15世紀、ルイ11世はたびたび、 カンドサンマルタンを訪れ、成人に取りなしを祈っていた。1949年に、現在の名前となるまで、コミューンは、単に、コンドと呼ばれていた。ラコラジアイアルデコンドセインと、マーチン、カンサルトルナナフェーブルリ2011。ありがとうございます。